ただいまよりネット爆弾を始めさせていただきます。司会を務めますブリタニーです。よろしくお願いいたします。本日の話はネット爆弾高田喜一編集長と日本維新の会放送政治連盟聴導員大閣総裁にお願いいたします。本日のテーマです。1つ目、西沙諸島におけるベトナム中国の対立について。2つ目、商船三井の船舶差し押さえについて。そして3つ目、芸能界の闇についての紹介です。それではまず1つ目のテーマ、西沙諸島におけるベトナム中国の対立についてお願いいたします。はい、ベトナムの、西の方ですかね、西沙諸島という、東にあたるんです、すみません、南シナ海に浮かぶ小さな島ですね。ここで中国の、が石油掘削、を始めたという問題で、ベトナムと中国の対立が、かなり深刻になっています。これ日本にとってはウクライナだとか、中東のシリアとかの問題をはるかに重要な問題だと、言わなければならないと思いますね。で、西沙諸島っていうのは、英語名でパラセル諸島ですか。ここはベトナム戦争中ですね、の末期に南ベトナムが占領してた、もともと南ベトナムの軍隊が駐留してたところをこう中国が取ってしまったわけですね。で、北ベトナムですね、今のベトナム政府は統一した時に本来自分たちの領土だと、南ベトナム軍が持ってたんだからということで、これは中国とベトナムの間の領土紛争として、くすぶってた問題なんですが、そこにこの中国が石油掘削、海底資源の初めて、ベトナムと中国の船舶が、今のところドンパチはないんですが、放水したりあるいは、衝突したり、ぶつかっていったりとかっていうことで、結構激しい争ってるわけですね。で、この問題について、アメリカなんかも一応、国務省の、報道官だとかが、懸念を表明してる、ということなんですが、ケリー国務長官もなんか声明を出してますね。で、中国政府はかなり強気で、南シナ海の問題でベトナムが外国の支援を当てにしようとしても成功しないと、そういうことを言ってるわけですけど、これ日本にとっては非常に問題なんですね。ベトナムは東南アジアの、中国から見て入り口に当たるわけですね。ASEAN 諸国じゃないですけど、中国が ASEAN に進出するためにはどうしてもベトナムは通らないといけないわけですね。で、そして、軍事的に中国に対抗できる国っていうのは、歴史的に見てもベトナムだけなんですね。今、経済的には、非常に疲弊というか、要するにベトナム戦争の後も、西側から経済的には制裁されてました。時期が長かったもんで、経済的には遅れてますけど、軍事的にその中国に対抗できるのは、ASEAN 諸国、あるいは東南アジア諸国だから、ベトナムが一番、信頼できる国ですね。ですから、日本にとってこれ、ほっとくわけにはいかないんですね。だから、本来、ウクライナに1500億円ですか、安倍政権が、支援、アメリカやヨーロッパから言われて支援してますけど、本来、ベトナムに、出した方が、日本の国益にとってはプラスになると思うんですね。で、もちろん中国は怒るでしょうけどね、そういうことすると。かといって、中国が ASEAN 諸国を支配するようなことになれば、これ、見事言って尖閣よりはるかにその深刻な問題なんですね。仮に尖閣が中国軍に占領されたとしても、直接、尖閣だけならね、直接影響はないんですけど、
ASEAN の特にマラッカ海峡だとかね、ああいうところを抑えられるというので、国家のこう、なんですか、生命線を抑えられるのと同じことになっちゃうわけですね。これ日本にとっては、あまりね、中国を刺激して対立するっていうのは良くないんですけど、かといって放っとくわけにはいかない問題だと言うべきだと思います。以上です。ありがとうございます。この問題について総裁の意見をお願いいたします。これはね、もうベトナム王朝時代からもベトナムの名前がついてる島であって、フランス植民地時代もフランス領でこれは認められてた。そしてゴージ・ジェム政権ができて、ベトナムが独立した時もゴージ・ジェムの政権の下では、この島はスプラトリーはベトナムであると。そして今言ったようなサイゴンが引き継いだ、ゴージ・ジェムの後サイゴンですから。そして統一ベトナムになって、そのどさくさで中国がちょっと絡んだという、これだけのことで中国は乗り出してきたわけであって、ASEAN の今外相会議をやって、ASEAN が統一して、この中国の乗っ取りに対して、他国の島を乗っ取ることについては、フィリピンもやってることだしね、フィリピン自身もやられてるわけだから。フィリピンは今中国人が亀を取ったいうので、8人を逮捕してるからね。もう具体的にこれはフィリピンの法律に基づいて中国人は罰せられると。日本は返しちゃったけども、フィリピンの方は刑務所入れるぞと調べてるわけだから、起訴したわけ、起訴。フィリピンの裁判所で起訴した。未成年者だけは返したと。こういう中国とフィリピンの争いもあり、ベトナムのこの問題は中国が非常に国際政治の場では不利になっていると。おそらくベトナムの主張が国際政治の社会では認められるのではないかと。それは日本にとっては尖閣にも及ぶことだしね、非常に重視すべき問題だと思います。ありがとうございます。続いてのテーマです。商船三井の船舶差し押さえについてお願いいたします。今年の4月19日ですかね、商船三井の、鉄鉱石運搬船が、中国当局に差し押さえを受けたと。この理由なんですけど、これは要するに、戦前の話になるわけですね。1936年と言いますから、まだ日中間の戦争が始まる前ですね。盧溝橋事件のは1937年ですから。ですから、その前にその日本の会社、要するに商船三井の前身であった大同海運というんですが、中国の、船主の持ってる船を借りてるんですね、契約をして。それから戦争が1年後に始まりますよね。で、太平洋戦争が始まってから、おそらくその日本の政府が、軍部ですね、大洋海運の、もともとは中国の船だったものを借り受けて使ってたら、戦争中ですから、沈められたり行方不明になったと。で、その後、戦後の1964年になってから、中国の、船主の相続人が日本の東京の裁判所に訴えてるわけですね。つまり、戦前貸した船が戻ってこなかったと。で、補償をしてもらいたいということなんですね。東京の裁判所では認められなかった。で、1984年になって、今度は中国の、裁判所とか、1987年かな、88年ぐらいですかね、88年に当時のナビックスラインですか、これも商船三井の前の会社なんですが、被告として
上海の裁判所に、まあ、あの債務不履行による損害賠償請求を提起しているわけですね。で2007年にその、上海の、まあ、中国でやつと開示法院ですか。で、まあ、あの、29億2000万円ですか。損害賠償を、まあ、命ずる一審判決が出されて、で、商船三井の方はこれを、高裁に民事法院に、まあ、要するに日本でいう第二審ですね、高裁に控訴しているわけですね。で、2010年に上海市、高級人民法院より第一審判決を支持する、まあ、要するに控訴を棄却されているわけですね。で、最高人民法院、つまりあの日本でいう最高裁ですか、に再審申し立てをしたけれども、2011年の1月に、まあ、あの却下される判決を受けているわけですね。で、これを受けて、その商船三井や上海、中国の法律、裁判所の上海、開示法院と連絡をしながら、まあ、要するに示談をこうの交渉をしてたんですが、あのその最中に、今年の4月ですか、19日にあの、商船三井の保有する船を、まあ、上海港ですかね、あの差し押さえを受けてしまったということなんですね。これは先に話した、まあ、ベトナムの問題とも関係があるんですよね。要するに、まあ、中国がその気になればいつでもその日本が持ってる、あるいは中国の国内の資産ですか、あるいは中国の港にいる船を差し押さえることができるということなんですね。これはまあ戦時保障ですか、まあ、あの例えば徴用したあの労働者に対する戦時保障だとかの問題でとも絡んでくるんじゃないかということで、まあ、どうなんですか、対応を誤るとまあ結構あちこちに波及する問題になると思うんですね。まあ、あの1964年というのはそのつまり最初に相続人が裁判所に訴えた時期というのは、文革の時期ですね。あと中国が原爆、実験に成功した年ですか。まあそういう文革の時期にね、本来私有財産をの侵害に対して訴えるなんてのは、まあ普通は中国国内ではありえない話なんですね、当時は。つまりあの要するにその資本家にしろね、地主にしろ、まあ、全部国に、財産を没収されて、まあ、没収というか、まあ、要するに表向きは寄付ということで、まあ、社会主義を、まあ、進めてたあの時期ですからね、まあ、今みたいにその、中国の官僚が、まあ、国有資産を私物化できるようなそういう時代じゃなかった時代に、まあ、あのこの、元の船主の相続人ですか、まあ、訴えたというのは、まあ、これは国の、まあ、政府の意思だと言っていいと思うんですね。でもう一つあのこれ戦時保障のすぐ結びつくかという問題になると、これ1936年にあった契約だということで、まあ、戦争の前ですよねの契約だから、まあ、要するに戦時保障とは違うんだと、まあ、そういう見方をする人もいるわけですね。だからすぐにこれが戦時保障と話と結びつくとは限らないと、まあ中国はもうそのあたりのことは計算してやってるんだと思うんですね。まあ、戦時保障となったらね、あの要するに日中、友好条約ですか、あのあそこでまあ一応、戦時保障の問題はあの解決済みというか、まああの賠償は請求しないという、まあ当時の中国首脳の名言というか、まあがありますからね。だからそれと引っかからないように、まあ、戦前のまあ契約を持ち出してきたということですね。だからまあ安倍政権がこれね、どう対応するのかまだ分からないというか、なんかあの逆にその商船三井の方をこう非難するような感じなんですね。なんで政府にこう言わなかったんだと。まあ、だけど、ね、差し押さえくるとはすぐあの商船三井の方もまあ予想していたわけじゃないし、そもそも1964年にまあ日本の裁判所に最初に訴えてるわけですからね。まあ、政府が、まあ、知らなかったというわけでもないわけですね。まあ、これ三井がね、狙われた理由というのはよくわかんないですけどね。
そうですね、昨年の6月にちょっと、密に関して奇妙な話があったと思うんですね。あれ、商船密輸の船が確かシリアの方にアメリカ製の武器を運んでた船が、インド洋か、インド洋でなんか沈没してるんですね。まあ、それも船が真っ二つになって沈没したと。で、この船にはその、シリアの反政府軍に運ぶはずのアメリカ製の武器が積んでたと。まあそういう話があるんですね。まああまり当時日本のマスコミでは話題にはならなかったんですけど、まあちょっと、まあ奇妙な話だったと言うべきですね。まあそれと関わりがあるのかどうかは分からないんですけど、もう一つその三井というのは、まあ戦時保障の問題でね、やとまあどっちかというと軍部には嫌われた財閥なんですね。まあ三井とか住友というのは戦前というかその江戸時代から続いてた古い財閥ですので、軍部だとか、安倍総理のまあおじいさんの岸信介ですか、ああいう軍部官僚と軍事官僚と結びついた、まあ当時革新官僚とかって言われた、要するにちょっと社会主義的な考え方がですね、要するに国家社会主義的な、まあ要するに民間のその自由にやらせる国が全部管理すべきだと、そういう考えを持ってた人たちからまあ睨まれてたわけですね。まあこれは要するに三井というのは要するに古い財閥で、まあ古くからまあ力があったから、その新しくできた財閥ですね。まあ例えば、まあ、三菱なんかは特に軍事産業に結びついてましたし、まあ、日産の鮎川義介ですか、そういう新興財閥なんかはまあ積極的にどんどん大陸に出ていきたいと、要するに自分たちの新しい、その逆に三井だとかはどっちかというと守りに入ってたっていうんですが、まあ戦争みたいな危険なことをするよりはむしろ今ある貿易で儲けたいと。まあだから三井が狙われてたのはちょっと皮肉な気がしないとも言えないと思いますね。以上です。ありがとうございます。この問題について総裁の意見をお願いいたします。まあこれはもう1世紀前の、ね、債務を今差し押さえされたような話で現実的なもんではないとは思うんです。こんなことをやればもうあらゆる問題が双方から吹き出しですね、それこそ日中間の全ての問題が否定されてしまう。今日本から中国へ物を売ってるのもみんな止まっちゃうという。日本から中国へ物が行かなければ中国は製品ができなくなって中国の輸出は大打撃を受ける。だからよく考えて中国政府は大人の行動を取るべきだと思うんですよ。だから一世紀前のね、100年前の話を持ち出すようじゃもう全く話にならない。領土問題も含めて、まあ中国の狂った外交戦略というか経済戦略、これはもう全世界の笑い者になるだけだと思うんですよ。それを言えば戦前の日本が中国へ投資した総額中の1000兆を超えるものがある。それは紡績工場から金の鉱山から石炭の鉱山から銅山から、あらゆるインフラは日本が作ったわけ。それを全て中国へ残して日本は引き上げた。戦争で負けたということが原因で。だからこれを計算すれば1000兆の価値があるということは蒋介石が認めてる。日本には一切の賠償の請求する立場には立たないということを明言したわけです、蒋介石が。それを共産党においてもですね、毛沢東も周恩来もそれを承知してるから、日米
講和条約の締結の時にも一切の賠償は請求しない。それに代わって日本は ODA で中国の空港、高速道路、その他漁港、病院、学校と10兆近い金を出してるわけだ、その。ここ40年で。だそのおかげで中国の今日があるわけであるから。よくこの歴史を振り返って、それを精査した上でですね、大人の行動を取るべきである。島の乗っ取りや三井の船の社長さえやっとる間は世界中から中国は警戒され嫌われ、いずれ中国の経済も政治も崩壊するであろうと思います。ありがとうございます。最後のテーマです。芸能界の闇についての紹介です。すいません、芸能界の闇については総裁の方で闇サイトというネット番組で何度か取り上げておられるんですね。松田聖子のね、バーニングの周防が本来サンミュージックの歌手だった松田聖子のなんか遺跡問題に口を挟んできたり、あと中山美穂ですか、だとかに嫌がらせしたと。今度紙の爆弾発行して6歳者から芸能人はなぜ干されるかという本が、まあ、今そろそろ書店に並ぶくらい、あさってぐらいですか、結構その芸能界の、まあ、知られない話、まあ、今まで、ね、まあ、知ってる人もいる話も多いんですけど、まあ、かなりその歴史的に古い話なんかもまとめてるんですね。で特にジャニーズ北川さんの話なんか、まあ、面白いと思うんですよね。彼なんか、まあ、ホモセクハラっていうのは、まあ、海外でも報道されてしまったんですけど、まあ、彼自身は別にホモだとは思ってないというか、ホモのを嫌ってるんですよね。だから、ジャニーズタレントですね、まあ、今、スマップだとか、キムタクも古いのか、まあ、今、どういう、グループがあるのかちょっと私は分かんないんですが、まあそこに人は別に重っけのある人はいないわけですね。でジャニーさんですか、ジャニーさんはまあ彼自身も自分をホモだと思ってないわけですね。まあなんていうんですかね、どっちかというと自分自身をこう女だと思ってるみたいなんですね、彼は。だからまあ女性と して振る舞ってるのが、まあ要するにホモセクハラになってると。まあこれはちょっとね、興味深い話だなと思ったんですけど、まあ他にもいろいろと興味深い芸能界のこう、裏話が載ってるんで、もしよろしければ書店で見かけたらちょっと手に取って読んでいただければと思います。まあ吉松郁美さんっていうね、以前取り上げた方の話もまだ続いているわけですね。渋谷市は告訴を受理してないし、裁判所もまだ中止命令について回答を出していないわけですね。仮処分を出してないはずなんですね。だから谷口さんは、まあ今のところね、ストーカー行為していないことになってるんですけど、まあだけど芸能界を知ってる人では、まあ谷口芸人さんは昔から、まあストーカーじみた嫌がらせね、言うこと聞かなければもう芸能界干すぞと、みたいなことをしょっちゅうやってきた人だっていうのは、まあ知れ渡ってるんですけどね。まあ今後ともね、そういう話は取り上げていきたいと思います。以上です。ありがとうございます。この問題について総裁の意見をお願いいたします。まあ、芸能界の一番の諸悪の根源はバーニングの通報以降だと。これはまあ私も以前から自分の経験談からしてもですね、増田聖子を独立するときに祖父は私に向けて増田聖子の応援をしてもらったら困るということを伝えたかったと思うけれども、後藤組をよこしたり
そしてヤマケン組の東京代表の剣が来たりと、まあ、いろいろそういうことがあった。まあ、常にこの今の日本新政界の笠岡に対しても8名の暴力団の組長がやってきた、やめてくれと、総合攻撃をやめてくれと。それでも次から次へと来らずに、断られても断られても8回よこすという。そして拳銃をちらちかすと。これは司法から頼まれて拳銃を持ってやってきたとなればですね、刑事事件になることぐらいバカな司法でもわかるはずだけども、それを7回も繰り返して、なぜ司法は逮捕されないんだということ。これはやっぱり警視庁の今の村上だとか田中だとか、こういう OB がですね、四課狩の OB が村上田中をはじめとする不良刑事の軍団、これらがやはり祖母に張り付いてるから警視庁も逮捕できないという、まあ哀れな国家だと思うんだけれど、ずっとそれで彼は片っぽではヤクザを使う、片っぽでは警察を使うと、まあ、持ち前の、まあ、努力家であることは認めるが、一生懸命努力した結果芸能界の天皇様と言われるようになっちゃった。これがですね、私は日本の今政治問題だという、匠と日本青年社と正規塾が組んで、そこへ電通も組んでですね、企業のマッチポンプで脅かす、青年社が脅かす、そして電通が出てくる、そしてそれをもみ消すのに何が双方が動くと。この青年社で脅かし、そしていわゆる電通が仲介に入って司法がもみ消す、その裏に匠組が企業の攻撃情報を司法に流すと、まあ、いろんなこの取り組みでね、2、300億の金が電通の広告料の中に入ってきてるわけ。これ現実に成田当時の社長がやったわけ。え、吉川や皆もこれが絡んだ。今電通が大きくなった元は匠組と組んだマッチポンプなんだよ。そこに司法の財を成す一つの大きな企業戦略というのが織り込まれている。すべてそういう調子で、まあ、日本の国をデタラメな国にしたのはそういうグループだとは思う、電通も含めて。だから今問題になっている中山美穂もですね、中山美穂は12歳で家出をして、片岡というスカウトマンと同棲したわけです。そして15歳で売り出したわけです。その時に司法の子会社、司法がやるバーニングの子会社のアップル社というのを作っている。そこで司法が中山美穂をその片岡から取り上げちゃった。片岡、私がスカウトして、私が押し込んで、公私ともに仕込んで育てた芸人をなぜ私の権利がないんですかと言ったら、後藤組が出てきて、お前は命が欲しくないのかと、命が大事なのか中山が欲しいのかと。それで片岡はビビっちゃって諦めたという、まあこういう話もあるわけでね、まあいろんな意味で双方のそういう脅かしというものによる被害者というのもたくさんおるわけ。まあそういつまでも双方の天下が
続くものではないだろうと。しかし司法が落ちた後、警察と一体どうするんだと、ほら、あとしまうと。でたらめ極まる芸能界と警察の関係。それによって芸能界の半分はみんなシャブ中毒だって。シャブをやっても捜査に頼めば大丈夫と。警察は動かない。前田刑事総監も双方の顧問になってたわけだから。刑事総監グラフスが面倒見るわけですから。もちろん、村上だとか田中だとか、斎藤だとか、下働きをしとるわけだけど。こういう不良警官、まあ不良警官の問題も含めてですね、国が政治問題として解決すべき問題だと私こう思います。ありがとうございます。本日のネット爆弾はこれで終了させていただきます。ありがとうございました。